こんにちは、柴田です。今回はアイバニーズの AZ-ES40 のレビューです。パッと見、いかがでしょうか？わかるかな？ちょっとね、小ぶりなボディなんですよ。人気ギターのね、いいとこ取りな感じで、ちょっとサーっぽくないですか？で、ここにスイッチがあってね、この辺もなんかサーっぽいんですけれども、ボディ若干小ぶりで、スケールが635。PRS を意識してるような感じです。人気のサード PRS のね、いいところをこう取り込んだようなね、ギターな感じでございます。そんな中でもアイバニーズの個性はね、忘れないようにしているのがこのスイッチ、アルタースイッチというものになっておりまして、このね、ピックアップの配列がめちゃめちゃ面白い感じになっております。これはね、後ほど音を出しながらね、試していきます。お値段お手頃なんですが、作りはね、しっかりしていて、メイドインのね、インドネシアになりますね。裏の塗装はこんな感じでスベスベ感がございます。ボディはなんと 3.023kg ですよ、まあ、重量もサイズ感もね、かなりね、取り回しの効くギターかなという風な感じでございます。まずね、生音いきましょう。もうまとまった非常に綺麗な音、かなりね、お安い機種なので、この辺のブリッジだったりとかペグはね、全然いいと言えるほどのものではないと思うんですけれども、生音悪くないですよね。ね、これめっちゃ軽いんでね、持ちやすいし、まあもちろん女子もいいんですけれど、機能が面白いんでね、最初のストラト、お値段お手頃なんでね、そういった人にもね、いいんじゃないかなと思います。まずね、通常バージョン 5way になっているので、まあ、このポジションだったら普通にリア、もう割と太めな音、そしてこのハーフ、かなりいいハーフだと思いませんか？リアハムでセンターシングル、通常この場合だとハムなんで結構ね、太めな音になるはずなんですけれども、これシャリン、そう、なんとハムキャンセルで、こっちね、ハムがシングルになってるんですよ。勝手にタップされるという風なね、かなりいいと思います。これセンター、そしてハーフ、うん、でフロント、お、いいっすね。スイッチオフにした状態だとこんな感じ、まあ、このね、ハーフが良かったですね。これが良かったですね。で、スイッチをオンにしてリア、これ通常のハーフです。なのでスイッチオンオフと同じ、変わらない。で、ハーフにすると、タップされたリアのみです。なのでスイッチをオフにするとハーフになる、オンにするとリアのシングル、そしてセンターですね。こちらね、表を見ていただくと分かるんですけれども、青くなってますよね。これはシリーズになってるんですよ。ここの2つがシリーズになってるんで、まあ疑似ハム状態、疑似ハム状態でハムが丸々なってるから全部なってる状態。そしてハーフ、ちょっと細いなっていう感じしますよね。オフにすると
オフの方が太い。タップのね、鳴る位置が変わってるんですよね。めちゃめちゃ面白いですよね。なので一番遠い動詞のピックが鳴っていると。なので言うなれば、まあ、テレキャスみたいな、あとムスタングみたいな感じですかね。オフ、スイッチのオンオフだけでもね、これだけ楽しめます。でフロント、これはでかい。じゃあドライブオンでリア、のノリもね、いいですね。まあ、ハイフレも全然弾きやすいですし、スケールもね、程よいですね。確かに普通のストラトと比べるとハイフレの方がね、こうギュッと細くなってはいるんですけれど、まあ、全然違和感なく入り込みますというふうな感じでね、いいところをね、しっかりと凝縮したようなギターになっております。何よりもね、このスイッチ一つでいろんな音色で遊べる、ピックアップの鳴る位置によってこんだけ音が変わるんだなっていう勉強にもなりますしね。これ一本使っているといろんな発想が生まれてくる、非常に面白いギターだなという感じでございました。この値段で出せるんですもんね。千葉管楽器で今ほぼ新品同様 34,800円と、かなりお買い得な仕様になっております。ちょっと後ろ見ておきましょうかね。ハイフレの方も弾きやすい仕様になっております。プレートはないですね。思想は千葉管楽器で、ぜひぜひお待ちしております。ご視聴ありがとうございました。シーマドでした。